皆さんこんにちは。遠藤保仁さんは鹿児島県出身のプロサッカー選手で、現在ジュビロ磐田に所属しており、遠藤保仁さんのポジションはミッドフィルダーです。兄は元サッカー選手の遠藤明宏さんです。10年近く前、遠藤保仁さんと本田圭佑さんは仲が悪いのではないかと話題になったことがあるのをご存知でしょうか。2014年ブラジルワールドカップ日本代表のサッカー選手として2人は共に戦いました。今回は遠藤保仁さんの選手としての活躍や私生活などについて深掘りしていきたいと思います。遠藤保仁さん、本田圭佑さん両者とも言わずと知れた元日本代表の選手です。知らない人はあまりいないでしょう。本田圭佑さんは大阪出身のプロサッカー選手で、現在サッカー指導者、実業家として活躍しています。かつてセリエ A AC ミランに所属しており、本田圭佑さんのポジションはミッドフィールダー、フォワードでした。さて、交換言われている遠藤保仁さんと本田圭佑さんの仲が悪いという噂は本当なのでしょうか。その真相に迫っていきたいと思います。2013年4月12日に発売されたサムライサッカーキング5月号の中で、遠藤保仁さんがそれぞれのチームメートについて語った際、本田圭佑さんに対して次のように述べています。圭佑はすごく明るいやつ、一緒にご飯を食べる時もよく喋りますと日頃から親しんでいると語っていました。また遠藤保仁さんは当時 AC ミラン入りが間近に迫っていた本田圭佑さんに対し次のように述べています。代表のチームメートがビッグクラブに行くのは嬉しい、自分にとっても刺激になる、若手にとってもいいことだと応援と尊敬の意を語っていました。両者の過去のコメントや態度からは不仲さを感じることは一切ありません。そもそも疑惑の発端は、日本がコートジボワールに負けた後、ゴールした本田圭佑さんがインタビューを受けなかったため、メンバーとの確執があると報じられたのです。また、本田圭佑さんにゴールを奪われた遠藤保仁さんが、本田圭佑さんの卓球大会に出席しなかったために、その疑惑はますます広がった形となりました。しかし、後の練習で本田圭佑さんは遠藤保仁さんや岡崎慎司さんに話しかけ、内輪揉めの報道を否定しています。これらの事実から、2人が不仲であるとの憶測は全くの的外れであることがわかります。メディアはちょっと交流が見られない、ちょっと不遜な態度を取った、そんな場面や状況を捕まえて噂話を作り出します。実際の話を聞けば、全くと言ってよいほどそのようなことはないことがわかります。さて、遠藤保仁さんはご結婚されています。奥様や子供たちはどのような人なのでしょうか。わかる範囲内で探ってみたいと思います。奥様は紀美子さんといって、在学中鹿児島実業高校のマネージャーだった方で、なんと8年の交際の後、2003年にめでたくゴールインしています。詳細を見ていきましょう。遠藤保仁さんと紀美子さんの出会いは15歳の頃、鹿児島実業高校の同級生でした。サッカー部のマネージャーをしていたようです。初めは気になる存在ではなかったようですが、笑顔が素敵で遠藤保仁さんが惹かれていったとのことです。交際開始から8年、ガンバ大阪に移籍してから2年経って落ち着いた頃、2人は結婚しました。紀美子さんはとても綺麗な方で、モデルをされていたこともあり、思慮深いしっかりした奥様だと評判です。紀美子さんとの間には長女瀬名さん、長男フートさん、次女ココナさん、次男ヒロトさんの4人の子供たちに恵まれています。とても仲の良い夫婦であることも特徴です。紀美子さんは南アフリカワールドカップのデンマーク戦後に日刊スポーツに手記を載せています。その手記が家族愛をすごく感じて感動すると話題になりました。遠藤保仁さんには男2人女2人の4人の子供がいます。当時所属のガンバ大阪、日本代表で練習、海外遠征、試合とサッカー漬けの遠藤保仁さんはなかなか子供の面倒を見られないそうです。遠藤保仁さんはとても家族を大切にする人ということが分かりました。海外に移籍しなかったのも、もしかしたら家族のことを考えたからかもしれません。
そんな遠藤保仁さんに不倫の噂が立ちました。遠藤保仁さんが何人かと食事をした後解散しましたが、遠藤保仁さんと青木愛さんだけが再び店に戻り個室に入っていったというスクープが週刊誌に掲載されました。スクープされた当時はタイトル3冠など人気も実力も絶頂の時でした。遠藤保仁さんも青木愛さんも何のコメントを出していないので、真相は本人の溝知るといったところでしょう。子煩悩で家族を大切にする遠藤保仁さんですから、ただの食事会だった可能性が高いと思われます。サッカーが本当に好きでサッカー漬けの毎日を送る遠藤保仁さん、オフの日は家族サービスと多忙な日々を送っているだけに、不倫の噂は噂に過ぎないと思われます。現在離婚といった話も出ていないので、順調に結婚生活を送っています。サッカー日本代表の国際 A マッチ出場試合152試合出場で日本記録を持つ遠藤保仁さん、2009年にはアジア年間最優秀選手を、2014年には J リーグ MVP を獲得するなど、日本のサッカーを語るのに外すことのできない選手です。2001年から2021年まで所属するガンバ大阪ではリーグ優勝、天皇杯優勝など輝かしい戦績で、2014年にはリーグ優勝、ナビスコカップ優勝、天皇杯優勝の3冠を成し遂げる原動力となりました。2022年からはジュビロ磐田に移籍して活動しています。遠藤保仁さんのサッカー人生を少し振り返ってみましょう。サッカーの名門鹿児島実業高校時代には1年生時に高校選手権で優勝しました。2年生時には高円宮杯優勝、高校選手権では準々決勝で惜しくも敗退しましたが、2年生で大会優秀選手に選ばれるなど高校時代から素晴らしい経歴の持ち主です。各世代の代表に選ばれていた遠藤保仁さんでしたが、コンディション不良などで出場機会に恵まれない時期もありました。2006年のドイツワールドカップでは参加選手中唯一ピッチを踏むことができませんでした。ドイツワールドカップ以降は代表でレギュラーに定着し、2010年の南アフリカワールドカップでは全試合にスタメン出場しています。デンマーク戦では試合を決定づけるフリーキックを決めるなど、日本の決勝トーナメント出場に大いに貢献しました。遠藤保仁さんはキーパーの動きを見極め、反対方向に遅いスピードで転がすように蹴る PK が話題になったことがあります。遠藤保仁さんの PK はリーグ戦での成功率は9割を超え、J1 での得点は30得点となっており、 J1 の最高記録を収めています。コロコロ PK は現在では詳細が知れ渡り対策されてしまったため、残念ながら見ることができなくなってしまいました。数々の賞の受賞歴がある遠藤保仁さんですが、他の選手のように海外移籍しないのはなぜなのでしょうか。遠藤保仁さんにも海外からのオファーはあったようで、海外移籍のチャンスはあったと漏れ伝わってきます。しかし J リーグでも成長できると考えた遠藤保仁さんは日本にとどまることを選択しました。2015年には J1 通算500試合出場を達成した遠藤保仁さん、残念ながら日本代表での活躍はもう見られないかもしれません。しかし遠藤保仁さんの次の目標が J1 通算600試合出場とのことですから、引退はせずしばらく現役を続けると思われます。家族愛にあふれた遠藤保仁さんをこれから応援していきたいです。2023年43歳となった遠藤保仁さんの引退に対する考えについて述べているインタビュー記事を紹介します。 J2 に降格したジュビロ磐田を離れることを一切考えなかったという遠藤保仁さん、ジュビロ磐田に加入した2020年10月から数えると在籍4シーズン目を迎え、同じ時間を過ごし自分のプレーを理解してくれているチームメートが増えたこともジュビロ磐田でのプレーを望んだ理由の一つだといいます。果たして遠藤保仁さんの頭の中には引退の文字が浮かぶことはあるのでしょうか。そのことについて尋ねると、余裕であるよとあっさり認めた上で考えを聞かせてくれました。同世代の選手が引退していく姿を見ても、また年齢を考えても自分もそこに近づいているという自覚はあるし、引退の文字も頭にはあるそうです。しかし
だからどうしようと考えることもないし、自分が引退していく姿を想像することもないと言います。そもそも誰かと比べて自分の人生を決断することはないし、他の選手の決断に刺激をもらうタイプでもないと語ります。同世代の引退を聞いても、素直に寂しいなとか、よく頑張ったよなって思うくらいだとしています。逆に大井健太郎さんやカズさんが海外にチャレンジするという話を聞いても、いいぞ頑張れとは思っても、自分の刺激にするという感覚はないと断言しています。いかがだったでしょうか。今回は遠藤保仁さんのこれまでの活躍や私生活を深掘りしてきました。引退について思うことをさらに続けています。自身の引退について頭をかすめることはあるとしながらも、若い選手の引退についての方が考えることも多いと述べています。自分に置き換えるということではなく、その選手の才能を思えばこそ、もっと頑張れたんじゃないか、違う選択をしていたら違った結果になっていたかもしれないなと考えさせられることはあるとしています。これはサッカーというより人生とか生き方みたいなところに置き換えて考えている気もすると思いを語っていました。サッカーについては、自分の思うがままに楽しくサッカーをやって、引退したいなと思った時に自分の意思で引退するというのが理想だと最後に述べています。どこのクラブからも求めてもらえない、プレーするチームがないから辞めるではなく、自分の意思で引退する、決めているのはそれだけ、なんともかっこいい美学ではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。